皆さんこんにちは、 B レジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、ミルキー風味を使ってベトナムのスイーツのチェーを作っていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。材料の説明をしていきます。バナナは 30g を食べやすい大きさにカットしました。ゆで小豆ですね、だいたい 15g、あってもなくても美味しく召し上がりいただけるんですけども、せっかくなので今日はタピオカ使っていきます。タピオカは 15g です。アーモンドミルク 200ml 用意しました。本来ベトナムとかではココナッツミルク使うことが多いと思うんですけども、代わりにアーモンドミルクを使っています。こちらはお好みで変えてもらっても大丈夫です。プロテイン今日は少なめのお水で作っていきます。 100ml です。砕いたアーモンドですね、1粒分でだいたい 1g ぐらいになります。では早速作っていきたいと思います。バナナ食べやすい大きさに切っておきます。5から7ミリぐらいに切っておきました。まずアーモンドミルクを温めていきます。 200ml のアーモンドミルクを耐熱の容器に入れてラップをしてレンジで温めていきます。 500W でだいたい 1、2分ぐらいですね、しっかり温めていきます。では温めてる間にプロテイン用意していきます。水いつもより少ない量ですね、 100ml ぐらいですね。こちらにミルキー風味のプロテインを入れていきます。出来上がりが 300ml とちょっと多いので多めに入れていきます。はい、混ぜていきます。出来上がりの容器を用意してもらって、こちらにタピオカを入れていきます。で、ゆで小豆を入れていきます。もう一つ容器を用意してもらって、先ほどシェイクしてもらったプロテインを入れていきます。で、底とかにすごいプロテインがついてると思うので、ゴムベラ使って取っていってください。今日お水の量かなり少ないと思うので、ちょっとところどころダマになっている部分出てくると思います。しっかりゴムベラで潰すようにしてください。先ほど温めてもらったアーモンドミルク注いでいきます。かなり熱いので火傷には気をつけてください。混ぜていきます。全体が混ざったら完成です。先ほどタピオカとゆで小豆を入れたカップの中に入れていきます。バナナと、で、上にさらにナッツを浮かべたら完成です。完成しました。ミルキー風味とアーモンドミルクで作る温かいチェーができました。ココナッツミルクだったりとか手に入れにくいものをチェーは使われているので、スーパーで手軽に手に入れられるもので作ってみました。レビューとスペックの紹介は次の動画で解説していきます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。